皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ところで私といえば日本が生んだスーパースパイとして名高いですけども、うそつけ。今日は皆さんに完璧なスパイの立ち回りをお見せしましょう。いきなり大口叩いて大丈夫か？まずここ、初動は誰よりも先に前に出ます。今日はイカ速とイカ人数できたんだな。使うのは最近追加された新武器、スパイガジェットトレイラだぜ。さて、誰よりも先にここにたどり着きます。まさかお前、いきなり裏取りするっか？ふふ、スパイたるもの、相手の移動を引く動きをしなければ。オラオラオラ、この速さで攻めてくるとは思わなかろう。おお、さすがにこの奇襲には相手さんも油断したな。よし、潜入作戦成功。さて、私を止められるかな。おっと、ここでキャンピングシェルター。シェルター対決だな。なに、しかもバブルランチャーだと。大丈夫、落ち着くんだ私。スパイたるもの、どんな状況でも動揺してはならない。おお、開幕2キル、これはでかいな。まだまだまだ、さらに移動をついておくまで潜入するぜ。スペシャルはイカスピア、前線押し上げに使えるな。そしてサブのスプラッシュボムでキルしていく。あ、相手のケルビンさんに狙われてるぞ、気をつけろよ。よし、ここは一旦潜伏だ。じっとこらえて、相手が隙を見せるのを待つ。よし、背中を見せたな。もらったー。おお、開幕4キル、ボムはギリギリ捨てられたがいい活躍だな。さらに味方さんも応援に来てくれた。ここは私のスピードを生かしてさらに裏取りを狙う。あ、敵さんとすれ違ったな。あ、やばい、これ気づかれたかな。うん、さすがに映画のように活躍するわけにはいかんな。あ、でもこれ見て、めっちゃ押してんじゃない？おお、しかも味方さん一人で三人も倒してるぞ。すごい、私も今行く。あれおい、チェンスとこ、間違えました。何してくれとんねん。いや、これあるあるですよね、あるあるですよね、あるあるだと思う人はグッと、視聴者に共感求めてんじゃねえ。てかお前がグッと勝てるせんな。はい、前線戻されちゃってたので、今度は間違いじゃなくここにジャンプです。霊夢、お前のスパイ作戦はもう終わっちゃったのか？ふ、そんなわけないだろうマリエ。いやマリサなんだけど、誰と間違えてんだよ。真のスパイたるもの、相手の利益まで潜入する。それが今回の作戦だー。おいマジかよ、タチウオの一番上まで行くってのか。大丈夫、今回は力強い仲間たちもついてるか。あ、生かたちもついてるからね。いや居直して変になっちゃってるよ。どうしちゃったんだよお前。ほらほら、エージェントイカヤキが戦闘を切ってくれてるよ。それよりお前どこにゴム投げてんだよ。さて、最後の坂に差し掛かった。作戦の最終局面だ。そして地味にゴムが刺さるという。よし、ここは焦らず下にもゴムを仕掛けておく。さあ、いよいよ、相手の総本山だ。先に到達したエージェントイカヤキが頑張ってるな。そ、あいつら、一気に籠城しやがって、ここは一旦引いて油断させる。そ、こいつめ、ここは通さないぞ。そして立ちはだかるキャンピングシェルター。はは、甘いな、そんなの怖くないぞ。くらえ、絶望を味わわせてやる。最高だぜ。こっから眺める景色はよということで、スパイガジェットトレイラー、いかがだったかな。うまく使えばだいぶスパイ気分味わえることがわかったな。そこにいる赤いのは少し調子に乗っているが、まあいいプレイができたから今日は多めに見てやってくれ。それじゃあ今回はこの辺で。